どうも、桜井徹です。新夜回りの続き、やっていきたいと思います。前回は、ゆいちゃんが亡くなった理由が分かりました。はるさん、RB をしながら移動で走ります。なんで今更こんなこと言われんだ？なんで今更こういうこと言われんの？平行移動します。どういうこと？知ってるよ。どういうこと？視界内のものを拾うことができる。こんなん一番初めに見たよ。 X でアイテムしよう。え、何、どういうこと、なんでシステムの説明を聞かなきゃいけないんだよ。何何、怖いんだけど。これは多分演出だよね。なんで改めてシステムの説明を受けなきゃいけないの。うん、初めこんな風な風景見たよ。何なんだろう。あ、ゆいちゃんの、あ、これはいかんよ。これはこれはどう、これ俺ゆいちゃんで一回見たわ。ああ、ゆいちゃんで見て何、はるちゃんでね。あ、あ、うわうわ、終わった。しかも終わった。はい、ご視聴ありがとうございました。新夜回り、いや、後味悪る。はい、まあそういう流れですね。一番初めゆいちゃんで動かした時に、ああいう基本操作、ほう、ちょっと待って、ちょっと待ってな、今俺まとめに入ろうとしてたけど、これ無視できんのかな？ちょっと連続でやっていい？これは変わらんのか？どうしようもないよな。あれは進めないってことな？
ここはまあさっきも見たな。なんか変わるんかな。初めて使ったわ紙飛行機。まあこっちには行けないわな。説明をあらかた受けた。ここ投げた石があるってことか。いやー、あんな胸クソの悪いエンドでいいわけがない。なんかないの？他道。他ルートねえよな。こっちも違うしな。やけどやっぱどうしてもあれになっちゃいそうやけどな。無理っぽいか。どうもこうもないな。これなっちゃうな。メモ。おう。明日は花火の日。私は春と行くって約束をしてる。もう春は引っ越しちゃうけど、いつかいつか、また春と花火が見れるといいな。引っ越した後もたくさんお手紙を書こう。おお！夏になったらまた春に会いに行こう。このメモは、ゆい？チャコ？チャコの声が聞こえた。進めるぞ。
なんで助けに来てくれたの？私がもう嫌だって。ああ、慈悲深い神様。小さな穴が開いている。入ってみますか。うん。何ここ。だってね、穴があるんだもの。入っちゃうでしょ。何これ。不気味なまでに大きい赤い蜘蛛の巣だ。切る。何が待ち受けてるんですか。10円ゲット。おお、お地蔵さんがいっぱいだ。髪の切れ端2。春にお別れの挨拶が言えない。さよなら、また会おうねって明日こそ言うんだって書いてある。地獄の沙汰も金次第。直近、私が断り様だ。石はダメ。こっち関係ある？ないな。うわうわうわ、あー、びっくりした。おおおお、うん、おお、やばい。あー、びっくりした。一瞬か。この蜘蛛の罠をかいくぐりながらあの子から逃げるの大変やなと思ったけど、そこまでひどくはないみたいだ。10円。びっくりした。うん、何。お、10円を備える。ほうほうほう。何、なんか真実がわかるのか。何かしらの。石、彼岸花が咲き乱れてんな。
なるほど。そういうムーブをしろってことね。先にかい。難しいな。あ、上からな。はいはい。こっからそういうのが連続するんよな。ここちゃんと切ったら消える。オッケーオッケー。マラカスが振り終わらんな。オッケーオッケー。わかったわかった。なるほど、ゆいちゃんが教えてくれてたんだな。石使えって。石をここら辺で、えい。オッケー。よし。石回収。わお。おっと、これは逃げた方がいいな。はいはい。うわうわ、おー、オッケー。オッケー、ずっと上か、上だな。セーブは忘れない。お、なんだ？